はい、今回はですね、Amazon から、荷物が届きましたんで、これをちょっと開封していきたいと思います。もうポストにね、直接投げ入れられるタイプの、郵便みたいで、郵メールというんですかね、それで届いてます。ちょっと開けていきましょうかね。ここですかね。ここで、パリパリと開けます。はい、よいしょ、中を出していきましょう。はい、中に入っていたのはですね、こういう感じで、Amazon Basics という、まあ、Amazon のブランドのやつですね。品物はですね、ここに書いてありますように、ミニディスプレイポート HDMI アダプターというものですね。簡易包装で入ってます。はい、これをちょっと開けましょう。はい、はい、中に入ってるのはですね、こういう感じですね。もうこの黄色い封筒の中に、まあ、中はこのプチプチがあるんですけど、その中にこのアダプターが入ってるという感じですね。別途袋はありません。これですね、Amazon Basics というので、こちら側がですね、HDMI 端子ですね。HDMI 端子。そして、反対側がこういう感じですね。ミニディスプレイポートというやつになるんですかね。Mac でいうところのサンダーボルトというやつになるんでしょうかね。はい、まあ、こちらにね、映ってるのが、MacBook Air ですね。MacBook Air の13インチのモデルですけど、MacBook Air ですね。これのですね、まあ、普段この MacBook Air を使ってるんですけども、どうもね、やっぱりその画面の、まあ、広さは13型なんですけども、解像度が低いということがあります。まあ、解像度がですね、横が1440ピクセルに縦が900というので、まあ、普段ね、使ってるデスクトップですね、の液晶ですと、横が、1920で、縦が1200というので、まあ、フル HD よりもちょっと縦が長いやつを使ってるんですけども、まあ、それに慣れてる状態で、まあ、この MacBook Air の13インチですねを使うとですね、まあ、横の解像度も足りないし、まあ、少ないしですね、縦の解像度も、少ないという形でですね、どうしてもやっぱり画面が狭く感じられるというので、まあ、今回購入したのがですね、この Amazon の Basics のですね、まあ、ミニディスプレイポートですね、ミニディスプレイポートを、まあ、HDMI に変換するというものですね。はい、この MacBook Air なんですけど、まあ、ちょっと閉じましてですね、この右横の側面ですね、これを見るとですね、ここに、まあ、USB 端子と、これ USB 端子ですね、隣側の SD カードスロットがあるんですけども、ここにですね、この雷の絵のようなものがありますね。まあ、これがApple でいうところのサンダーボルトと言われる端子で、まあ、これがミニディスプレイポートと、まあ、同じなんですけども、これをですね、ここへ挿すという形ですね。こういう感じで、Apple のサンダーボルトのポートに、このアダプターを挿すという形ですね。カチャッと。はい、結構硬い感じで入りますね。こうですね、ここへ刺さると。そして、まあ、その出力をですね、この太い方なんですけども、
ここですね。ここに、まあ、HDMI 端子がありますんで、まあ、別途持ってるですね。この、まあ、これ2メートルですけども、まあ、HDMI ケーブルというやつですね。これを、まあ、ここへ挿すと、こういう形ですね。でそして、まあ、反対側を、パソコンのモニターですね。まあ、解像度の高いやつに、まあ、挿すとですね、この MacBook Air の、映像ですね、まあ、大きいモニターに挿すことができるというやつですね。で、まあ、今回買ったのはですね、まあ、こういう形で、ミニディスプレイポートがありまして、まあ、反対側に HDMI なんですけども、まあ、ここに HDMI ケーブルを挿すということは、まあ、別途 HDMI ケーブルがないとですね、まあ、これだけではパソコンのモニターに挿すことができないというものです。まあ、パソコンのですね、モニターの中には、HDMI 端子のない、まあ、古いモニターもまああります。まあ、そういうものでですね、この DVI ですね。これですね。DVI 端子を、まあ、搭載しているモニターがあると思うんですけども、これのですね、反対側が、こういう形で、HDMI なんですね、こちらがですね。HDMI の出力を、まあ、こういう形で DVI に変換するというようなケーブルが、まあ、Amazon なりで売ってます。まあ、これが一本のケーブルになってるんですけどね。これをですね、先ほどの、まあ、今回購入した、このアダプターにですね、挿すと。そうですね。挿すと。はい、こういう形で挿すと。そうするとですね、まあ、ミニディスプレイ、ここですね、まあ、ミニディスプレイサンダーボルトを、こういう形でですね、DVI の出力に変えることができます。まあ、こうすることによってですね、DVI 入力はあるんだけれども、まあ、HDMI 入力のないですね、まあ、少しちょっと古めの液晶モニターにも出力することができるというものですね。まあ、もちろんこのサンダーボルトのですね、出力、まあ、ミニディスプレイポートの出力の先がですね、こういう継ぐ形ではなくて、まあ、ここにも直接DVI になっているものもあります。Mac からですね出して、まあ、その先がもう DVI だというものもまああるんですけども、まあ、そういうケーブルがあればですね、まあ、それ1本で済むんですけども、まあ、そうするとこの DVI 用途では使えるんだけども、まあ、HDMI にはポートにはまあもちろんこれは DVI ですがさせないという形になりますんで、まあちょっとね、古いモニターも使いたいし、新しいですね HDMI 入力のあるモニターにも使いたいということで、まあ、今回、まあ、選択したこれはですね、まあ、この先を自分の好きなように変えられると、古めのモニターで DVI を使いたいのであれば、まあ、これですね、まあ、こういう種のケーブルがありますんで、まあ、これを挿せば DVI になりますし、HDMI ケーブルですね、HDMI ケーブルで、まあ、直接入れたければ、まあ、先ほどのこの HDMI ケーブルですね、これをここへ挿すことによって、まあ、新しいですね、HDMI 入力のあるケーブル、にもつなぐことができるということで、まあ、今回はですね、この種のケーブルを買ったということになります。